皆さんこんにちは、ヤギサキです。前回の動画も1万回再生ありがとうございました。今日はですね、じゃーん、こちら名古屋名物のピオリンを使った検証をしたいと思います。なんでもこのピオリン私も大好きなんですけど、すごく繊細で崩れやすいんですね。だからお家まで持って帰るときにちょっとぐちゃってなっちゃったりして、無事に持って帰れるかっていうハッシュタグピオリンチャレンジっていうのもあるくらいなんですよ。なので今日はどのレベルまでならピオリンが無事なのかという検証をしたいと思います。ピオリンどのレベルまで耐えられるのか検証します。ちょっと金山まで連れてきたので、まず無事か確認します。ピカーン、うわーかわいい、とってとって、じゃーん、無事です。それでは検証していきます。オープン、無事。ドキ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 、無事帰ってくれた。やばいかな。オープン、来だしてるけど耐えてはいる。位置についてよーいドン、せーの、オープン。耐えてる、耐えてます。ってことは多少帰り走ってもいけます。このピオリンがちょっと調子は崩し出してるけど、あとは耐えてます。帰り道に滑り台があっても滑れます。後ろに乗って前にピオリンを乗せようかな。こうだな、はい、あ乗りますよ。ちょっと待って行くよ行くよ、ごめん、楽しんじゃった。いや、楽しみすぎやろ。せーの、はい。お、待って、でも耐えてるかも。耐えてます。え、ピオリ案外強い。いただきます。おいしい。ピオリ大好き。めちゃくちゃおいしい。